母なる河川をみんなできれいに。源温を流れる一級河川相模川を美しく保とうと、17日県央相模川サミット6市町村号同クリーンキャンペーンが開催されました。市民や企業など約3000人が集まり、河原のゴミ拾いに汗を流しました。キャンペーンは相模川流域の6市町村、厚木市、相模原市、海老名市、座間市、愛川町、清川村が協力して川の環境を守ろうと平成22年に始まり、今年で6回目。川でつながる私たちの街をキャッチフレーズに各地域で実施されます。当日は7時30分に参加者が集合。開始にあたり、小林恒義市長が、毎年多くの皆さんに参加していただきありがとうございます、ふるさとの母なる川相模川の環境を守るためご協力をお願いしますと挨拶しました。参加者はビニール袋を片手に会場となった相模川中津川小鮎川の三線合流点と朝日町スポーツ広場で空き缶やペットボトル、ガラスなどのゴミを拾い集めました。ゴミ拾い終了後は、厚木観光漁業協同組合と相模川第二漁業協同組合が鮎の放流を実施。清掃に参加した家族連れなどが体長10センチほどの鮎約1万匹を川に放しました。県央相模川サミットは、同市町村で連携してまちづくりの共通課題を解決していこうと、平成21年に厚木市の提案で開催。産業の活性化や環境対策、災害支援などについて議論、検討を重ねています。